皆さんこんばんは。本日もフレッピー毎日絶好調ネパネパネパートピアノパッチリ絶好調できると思えばできるのであっとみんな大好きウリちゃん小人じゃなくなった日過去形ではあるがチャレンジしてみるのってあっとゆりちゃん。
で余興を。ゆりの新曲初めて弾きましたが、今の採点は4箇所5箇所少し、実に電気がない、過酷な状況ではございますが、ちゃんと練習すれば弾けるようになっておりますと。練習すれば必ず自信につながりまする。ああ絶好調、恋人じゃなくなった日。それではまたリベンジを。My name is Makishigeta Teacher of Piano。バロック and ロマン派 and 古典派 and 隅っこ暮らし and 近現代、まさにオールラウンドプレイヤーと、まだまだでございますが、オールラウンドプレイヤー目指して頑張っておりまする。それではあくまで余興でございます。できなかったことができると自信になるのでございます。それではご当地クイズ、淡路島と同じ面積で同じ広さの湖がある。これから観光客がたくさん訪れるであろう湖のある県といえば、滋賀県なり。第2問、ひじしちやじゅぎゅう、ごのごじょう、25ピンポン。666。数字の1はなーに、交番の煙突。数字の2はなーに、お池のガチョウガーガー。数字の3はなーに、みんな大好き数字の歌、アンパンマンの絵描き歌、みんな大好きちいかわちゃん。子供たちのピアノが嫌いにならないように先生も日々邁進しております。間違いやミスがあって当たり前だの、クラッカー、カラスがカーカー、これは車かでございまする。うどんが美味しい県はどこだ、もちろん香川県でござる。ピンポン。ソーキそば、三振、ラフティなどで有名な南の島といえば、はい、三線といえばもちろん三味線でによく似た楽器でございますが、答えは沖縄県。ピンポーン。相当音頭キーに
ソーキそば。皆さんもいろんなクイズ、腰穴埋めクイズ、よく知っている簡単な季節の曲も楽しく歌いながら弾いてみてくださいな。これからだんだんゴールデンウィークに入り、皆さんも水分補給を忘れずに、水筒を持って行楽地へ出かけましょう。それではね、バイバイキン。東平のゲスト今季手洗い衛生にも気をつけておりまする。それではね。